こんにちは。ここは大阪市城東区 JR 京橋駅です。環状線のほか JR 東西線、学研都市線、片町線や京阪電車、地下鉄もあり、1日59万人が利用します。今大阪環状線の上を京阪電車が通過していきます。そして JR 東西線と学研都市線、片町線が大阪環状線の下を横切るように交差しています。この駅の発車メロディーはアメリカ民謡の愉快な牧場。この京橋駅の周辺が飲食店や歓楽街が立ち並ぶ賑やかな街となっていることに由来します。しかし74年前、ここ大阪城の周辺は大阪砲兵工廠というアジア最大の軍需工場でした。大阪環状線が大阪城公園駅の周辺だけ高架ではないのは、その軍需工場の中を乗客から見えないようにするためでした。赤い部分が大阪砲兵工廠、当時の軍需工場が位置した場所です。ここは大阪環状線と学研都市線、片町線との交差部分。74年前、まさにこの場所でとんでもない悲劇が起こりました。その悲劇を伝える碑が京橋駅のすぐ横にあります。繁華街の駅とは思えないひっそりとした京橋駅の南改札口。この南改札口はこの駅の他の改札口とは違い、まるで静かな田舎の駅のようにすら感じます。ここから見ると59万人が利用する駅には見えません。静かな改札口です。駅前には平和を表した像があります。像には平和よ永遠なれと記されています。そして駅の横には立派な慰霊碑があります。74年前にここで起こった悲劇の犠牲者への慰霊碑です。1945年8月14日、皮肉なことに終戦の前日、アメリカ軍の B-29 爆撃機150機が大阪砲兵工廠を狙い、約700個もの1トン爆弾を集中投下。折しも京橋駅には環状線の上りと下りの2列車が到着。乗客は空襲から身を守るため、環状線の高架下となる片町線、学研都市線のホームへ避難。そこに1トン爆弾が環状線の高架を突き破り、片町線のホームに落下、爆発。爆弾は避難していた乗客たちを直撃。犠牲者は700名から800名以上。爆弾が直撃したため、正確な犠牲者の数すら未だに不明です。ここは京橋駅にほど近い大阪城。大阪城は奇跡的に破壊を免れましたが、当時の1トン爆弾の爆風で今も石垣がずれています。大阪大空襲では1万人以上の一般市民が犠牲になったと言われています。
ここは現在の学研都市線片町線のホーム。そしてここが環状線の高架下部分。この高架を突き抜け1トン爆弾が落下、爆発しました。当時は外出時には必ず住所、氏名、血液型を記した大きな布を胸につけるよう強制されていました。それでも犠牲者の大半が身元不明ということは、遺体の損傷があまりにも激しかったということを意味します。もし終戦があと1日、たった1日早ければこの人たちは助かったのにと思うと残念でなりません。ここは環状線のホーム。現在京橋駅の周辺は軍需工場から一変、飲食店や歓楽街のある元気な街に生まれ変わりました。発車メロディーはアメリカ民謡、愉快な牧場。当時とは違い、アメリカの曲に合わせて電車は定刻通り発車していきます。今回は終戦の前日に起こった京橋駅の悲劇についてのお話でした。黙祷。8月14日には毎年ここで慰霊祭が営まれています。ご視聴ありがとうございました。